オリバー・ルカーヌスの淡水魚の世界へようこそ。今回はアマゾン低地に生息するナイフフィッシュをお見せします。ギムノートスナイフフィッシュは南米の至る所に生息します。日本でいう田んぼのような湿地や木の根が張り出して植物で覆われた川沿いの浅瀬のような場所を好みます。ほとんどのナイフフィッシュは夜行性で、日中は植物が入り込んだ中に隠れています。水槽で飼育する場合は日中でも餌の時間には活動的になるので、観察するのが楽しい魚です。ギムノートスの電気信号は強くはありません。そして種類が違えば信号も変わってきます。電気を発信する器官は背中の方で、信号は頭の周りから脇腹にある丸いくぼみから取り込みます。ほとんどの電気王がウェーブ種であるのに対し、ギムノートスの信号はこのようにパルスです。通常人間の耳には聞き取れない小さな音なので、ビデオで流している電気信号音はボリュームを2000倍に上げています。南米で最も広く分布しているのはギムノートスカラポで、ベネズエラからアルゼンチンにまで生息します。いくつかのギムノートスはメキシコ北部でも見られます。ギムノートスカラポはとても巨大になります。75センチくらいまで成長するので要注意です。もっと大きくなる種もいて、もはや電気ウナギの類の見た目になってきます。映像はギムノートスジャバリです。穏やかな性格で、40種のギムノートスのほとんどが攻撃的な中で稀なタイプです。たまに攻撃的になりますが、殺し合いはしません。もしもギムノートスカラポを5匹同じサイズの水槽に入れると、次の日には1匹だけになるでしょう。またジャバリは20センチくらいにまでしか育ちません。この魚を長期にわたって飼育するためには、隠れる場所としていくつかのパイプを配置し、水草を浮かべると良いでしょう。この魚は自然界では小さなエビを食べていますが、冷凍アカムシや細かく切ったエビ、ミミズや糸ミミズを餌にできます。今までいろいろな熱帯魚を飼育してきた人は、今一度この魚を観察してほしいと思います。この魚はオスが巣を守るマウスブルーダーです。ほとんどのギムノートスは茶色にベージュの縞模様ですが、ギムノートスジャバリだけでなく、ギムノートスチグレやギムノートスペダノプテルスも黒に白い模様の美しい魚です。電界を通じて環境を感知できるため、この魚は観察しづらい水の濁った場所に生息します。これはアフリカのエレファントノーズフィッシュにも共通します。電気信号は種別や性別で異なるだけでなく、個体によっても違うため、お互いを識別可能です。そういう理由で同じ場所で複数の種を見つけることができるのでしょう。アマゾンに生息するこの類の奇妙な見た目の魚は、あまり注目されることはありませんが、よく観察すると美しい上に興味深くもあります。そのうち、魚が発する電気信号がどのように他の魚に伝わるのかを可視化したビデオを制作できればと思っています。チャンネル登録をよろしくお願いします。